ハーサルの時はちょっと遅れてしまって本当すいませんでした。本当ごめんなさいでした。ヒーロー遅れてくるんだよ。そのお詫びついでなんですけど、明日その吉祥寺のクラブシータっていうライブハウスでライブがありまして、あの中高生だけで全部作り上げるライブなんですけど、それでまあ、入場料無料でドリンク無料で1杯ついてくるようなライブなんで、僕もそれで舞台監督やってまして、本当すいませんです。で明日そのクラブシータでその結構400人ぐらい集まるようなでかいところなんで、みんな友達とか誘って、まあ、他のバンドさんとかたくさん来ますんで、まあよかったらそのたくさん友達呼んで来てください。明日の12時半からです。お願いします。すいません、ちょっと店長に休んでてくるわ。ちょっとお前んちもお前んちも店長に機材投げつけてくるから。お前それでは最後の曲、完全感覚ドリーマー、来たー。